キャンバス専用車両伊勢二見鳥ば周遊バスは、三重交通伊勢営業所が運行する路線バス。愛称は、キャンバス。伊勢市、鳥ば市、二見町の三市町や、民間7企業、三重ビジターズ推進機構などの13団体が導入を進め、地理に不慣れな観光客でも安心してバス移動できるよう、停留場鉄道駅と観光地に絞り、2000年に運行開始した。 愛称の、キャンバスは、英語のギャンと絵を描くキャンバスにかけて、思いのままに旅を描けるバスの意を込めたとしている。宇治山田駅前伊勢市駅前下空前から引く、内空前引く下ガディ内世、安土桃山文化村二三河浦表参道、目を問いは東口、二三シーパラダイス前から、鳥羽バスセンター鳥羽水族館、三木本魔樹島運行開始当初は、伊勢津スーパークルーザーや三菱、 エアロクイーン M などの観光バスを転用、改造した車両が使われたが、現在は青色を基調とした塗装を施し、ハイバックシートを装備した専用のオンステップバスが使用されている。ただし、車両整備等により三え交通の一般路線バスの車両が使用される場合もある。なお、2006年に追加導入した車両の車種は、イスズ PJLV234N1 と、 公表している。ありがとうございます。